アブダーウードの名前による書道作品、アブダーウードシジスターには、旧世紀のハディース学者、預言者、ムハンマドの原稿録集スナン・アビー・ダーウードを編纂した。同原稿録集は、イスラーム教スンナ派のムスリムが、良心聖衆と呼んで重視するブハーリーとムスリムの、サヒーフに次ぐ権威として認識されており、スンナ派の、六大伝承集の一つに数えられる。 アブーダーウードの名前は、より詳しくは、アブーダーウードスライマーンブヌルアシワスアズディー、シジスターニーという。アブーダーウードは、ヒジュラ歴202年にスイジスターンの裕な家に生まれた。西暦835年にアッパース町の都バグダードへ行き、その後の15年間、イラク、エジプト、ヒジャーズ、シリアを旅して回ったようである。旅の目的は預言者。 ムハンマドの伝承を収集することにあった。アブーダーウードは50万話以上の伝承を収集し、その中から4800話を選んで、次書スナンアビーダーウードに収録した。アブーダーウードは、西暦889年にバスラで没した。アブーダーウードが報じた、方学派は、ハンバリー方学派とされるが、シャーフィー方学派であったとする説もある。 アブーダーウードの関心の中心は法にあり、そのため彼の収集したハディースの大部分は法的なものに集中している。アブーダーウードは指的で洞察力に優れたものならば、実著に収録したハディースのうち特定の4つの伝承のみで十分であると言ったとされる。その4つとは次のものである。スナンアブーダーウードの漢本の一つ。 アブダーウードは21冊余りの著作を残した。主要な著作としては以下のものがある。ありがとうございます。